NMB48 からの卒業を12日に控える本郷ゆず派、ゆずは、20が4日、東京都内で行われた卒業記念写真集、どこを見ればいい、講談社、税込み2420円。発売記念記者会見に登場した。同作は、大人の女子旅をテーマに、全編タイプーケットで撮影。常夏の南国を楽しむ自然な表情はもちろん、ランジェリー姿やヌーディなカットを初解禁している。初海外となった本郷は、すべてが初めてでいい経験になった、と感激。初ランジェリー姿も解禁しており、すごく緊張したんですが、大人っぽい感じも出ていてすごくお気に入りです、と自信を見せた。また12日にグループからの卒業を控えており、何か NMB に最後に一つでも残せたらいいなということで写真集を出させていただきました、と NMB 愛を明かした。